雨の中ジューです。雨宿り確かに雨宿り、マイナショット桜さんとライムは千葉県のラウンド1市原に来ました。パフパフ先に行ってやったぜこれ来たことないですか？俺はない。マジか、ない意外だな。まあ行きましょうか。え、ここ、え、珍しいの。どっち行けばいいの、こっち。広い、広いですね。開放感あるね。確かに。エアホッケーパンチあった。千葉県100円のところ多いんですよ。ここも100円だ。本当だ。まあまあこんぐらいだったら。じゃあ太鼓は。あ、こっちメダケだな。そうですね。どこに太鼓あんの？上？2階かもしんないな。かわいい。多分2階かもな。いろんなとこ行って、まあ、2階にあったことが多いんで多分2階。結構広い。広いですね。広いね。多分そこだな。上がっていこう。ハイエナしようとしてる拓郎さん。あった？あったそうです。お、1台かな。三脚。100円三脚ですね。まあレートは普通。もう1台なの。そうですね。1台。1台かな。とりあえずやるか。でちゃんとマチースもある。マチースなのこれ。知らんけど。音出てないの。超でかめ。うちのあれがついてない。
っちはついてる。あ、こっちも燃えてよ。で周りはこんな感じ、人いないね。で太鼓からちょっと離れたところにマリカでも騒ぎまくったら多分聞こえると思う。でなんとこのゲームがある。これスポッチャとかによく置かれてるんで珍しい。音劇一音リズムリビートリフレクダンレボー、おシンクロニカあるすげー。でマイマイボルテ、音ゲーすごいな、めちゃくちゃ置いてあるな。ほらグルコスは1台かな、あんまやってる人いないのかな。ポップもちゃんとある、2台もあんじゃん、やば。太鼓1台だけど他の音ゲーがめっちゃ置いてあるな。シンクロニカ置いてあるの本当にすごい。ただなんかラウアンって感じ、そんななんか突っ込みどころがないんだよ。で握力計ここにあるんですけど、パンチングマシーンないの、もうないのかな。結構これセットな感じするんですよね。でもラウアンにあの握力計背筋計なかなか置いてないと思うんだよな。店員さんに聞いてみるか。あれだ、パンチングマシーン入った時にあったわ。ほな今日疲れてんね。ここもさ、千葉県じゃん。千葉県ってほんと数値出ないんだよ、パンチングマシン。今まで出たとこね、一軒もない。嫌な予感がするぜ。ワンステージ目が120だ。100じゃなかったっけ。ちょっとあの数値高いわ。え、マジ？変な予感一回ね。やばい。おぶね。逆にすごい。思いっきり殴ったらゼロになりそうだなと思ったから。え、あの数値ってさ、店で変えられる？店というか、いじって変えられる？やば、今日はやばい。ああ、出ない。
当やばい。普通の多分あれであの音だったら普通300超えてる。超なら。ありがとう。最高869って書いてあるから。うわあ389だ。確かに昨日だよ。昨日だよ。昨日か。何やってんだね。その可能性ある。100円なのはいい。ただし1回目は弾かれる。弾かれる。2回目も弾かれる。祈ることは。なんか。怪我してなければ300くらい出るから。次は腕だけパンチ。アンパンチみたいな。このコーナー閉まったけど太鼓はできるみたいね。じゃあ帰るか。